ボーフォートは、アメリカ合衆国ノースカロライナ州の東部、カータレット郡の町であり、同郡の郡庁所在地でもある。町は1709年に設立され、ノースカロライナ州では、バス町とイーデントン町に次いで3番目に古い町で、ある。2012年2月1日、雑誌、バジェットトラベルマガジンの読者によって、アメリカで最も涼しい、小さな町に選ばれた。 2010年国勢調査での人口は4039人だった。サウスカロライナ州の同じ綴りの市と混同されることもあるが、同市の発音はビューフォートである。ボーフォートはノースカロライナ州のインナーバンクス地域に位置している。町内にはノースカロライナ海洋博物館、デューク大学海洋研究室、アメリカ海洋大気庁と、その2002年の映画、ウォークトリメンバーは、 防法都が舞台である。防法都城内のアメリカ合衆国国家、歴史登録財としては、防法都歴史地区、カータレット郡、ホーム、ギブス帝、ジェイコブ・ヘンリー帝、9枚装置がある。1718年6月、海賊の黒ひげがその期間、アンジョ王の復讐号を、現在の防法都入江近くで座礁させた。1996年、 アンジョ王の復讐号とみられる残骸が発見された。そのアンジョ王の復讐号残骸は2004年に国家歴史登録罪に登録番号0400148で追加された。座礁から32年後の1750年8月、ハリケーンに襲われたノースカロライナで少なくとも3隻の商船が座礁した。そのうちの1隻、エルサルバドル号が ルックアート岬近くで沈んだ。防法とは、カータレット群中心の南にあり、座標では、北緯34度43分整形76度39分、北緯34.717度整形76.650度 34.、34.717-76.650にある。南の大西洋への出口水路である、防法と入り江に面している。西には、 潮汐の影響を受けるニューポート川が流れ、ボーフォートとモアヘッドシティ町とを分けている。東は未編入のレノックスビル地区があり、別の潮汐のある川のロース川まで広がっている。アメリカ国道70号線がボーフォート町内を通り、西はニューポート川を越えて、モアヘッドシティに、北東は31マイルでその東端であるアトランティック町に至る。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、超域全面積は5.6平方マイルであり、このうち陸地4.6平方マイル、水域は1.0平方マイルで、水域率は17.75%である。ボーフォートにあるカータレット郡庁舎以下は2008年の国勢調査による人口統計データである。ジェイコブ・ヘンリー・テイゼンの名番。 フロント通り229ノースカロライナ海洋博物館前の馬車防法と姉妹都市インクによれば、防法とは、下記19の町と姉妹都市を結んでいる。ありがとうございます。